殺人や強盗など凶悪事件の捜査を指揮する警視庁刑事部の捜査一課長に千葉県出身の福山隆夫鑑識課長54歳が今月15日付で就任することが決まり、記者会見で決意を語りました。捜査一課員一致団結をして弱気を助け悪をくじく被疑者を必ず検挙いたします。そのためには捜査一課のみならず鑑識、科捜研、SSBC、そして機動捜査隊との連携をしっかりと図り、必ず成果を上げます。また、今年の夏に迫った東京オリンピック・パラリンピックについて、治安維持の重要性を挙げ、ひとたび重要事件が起きたとき、いかに早くして解決をするか、初動捜査に全力を投球して早期に解決したいと意気込みを語りました。